神奈川県出身の元プロ野球選手。現役時代は中日ドラゴンズ、東北楽天ゴールデンイーグルスに在籍した。小学校1年の子供会で初めて野球に触れた。その時は強制参加だったので嫌だったというが、技術が上達するにつれ魅力にはまった。相模ブルーバッジに所属して6年の時にはエースピッチャーになった。 地元の相模原市立緑川丘中学校に進学し、2年生の頃からエースを張ったがチームは弱く、本人も野球つけではなかったという。しかし3年の時に県内の強豪校と延長の接戦を投げ抜き、川岸の名が知られ、本人も野球に打ち込む気持ちが膨らんだ。高校は東輪学園に進む。外野試験2番手投手として3年時の夏の 甲子園出場を果たす。エースナンバーをつけた浅井亮は野手で出場し、2回戦で西京高校と当たり先発も敗退。この時のチームメイトには、首相の平野啓一がいる。東ト都トリーグの駒沢大学に進学したが、肩痛に悩まされ、登板機会に恵まれず、一時は野球部の寮から大量させられる浮き目にもあった。しかし4年次に、 AS として復活し、周期リーグでは10試合に登板して、最優秀投手にも選ばれた。明治神宮大会では全試合先発して、優勝に貢献。1年上に、武田久志がいて、前田大輔とは同期でバッテリーを組む。卒業後、トヨタ自動車に入社。AS として2年連続で、都市対抗野球大会に出場。金子千尋とは同期入社。 2003年のアイブフワールドカップでは日本代表に選出されている。2003年のドラフトにて中日ドラゴンズより7巡目指名を受けて即入団を決意した。2004年チームの新人として唯一開幕から1軍入りしたが当番は12試合止まりだった。2005年6月5日の日本ハム戦の4回に救援投手として登板しプロ初勝利をマーク。 セ波パ交流戦の時期に投板を増やし、この年は23試合に投板した。6月8日の楽天戦で投板したが、長池康夫にアンダを打たれて降板。後続の高橋里文が、吉岡雄二にサヨナラアンダを許したため、楽天初のサヨナラ試合での敗戦投手となり、これが中日での最後の投板となる。2006年、練習中に左ふくらはぎに打球を受け、 キャンプでは、右足念座、その後も、腰痛など怪我が続き一軍登板なし、ウエスタンリーグでも9試合の出場に留まる。そして、10月28日に、戦力外通告を受ける。その後、11月13日に東北楽天ゴールデンイーグルスの入団テストを周期キャンプ中の宮城球場にて受け、採用が決定する。高山香里との婚約を発表。 12月24日に入籍した。2007年の春季キャンプ中に右肘を痛めたが、首脳陣に指摘されないように隠しながら、開幕を迎え、3月31日のオリックス戦で、先発予定だった岩隈久氏が、ブルペンで背中の違和感を訴えて、当番回避したことにより、プロ初先発を果たすが、7失点で敗戦投手となり、2軍に降格。しかし、 手術には踏み切らずに治療と強化トレーニングでリハビリを行い、8月下旬に最初をした。秋にはフェニックスリーグに参加し、投球の幅を広げた。2008年は開幕を2軍で迎えた。しかし4月下旬に昇格すると、5月17日の西部戦で登板すると、打者7人を完璧に抑え、チームがさよなら勝ちしたため、プロ2勝目を挙げた。 この年は66試合に登板した、有目兼久と共にセットアッパーとして活躍。監督の野村克也が、川岸の根性に目をつけ、抑えに指名。7月6日の西武戦でプロ初西武をマークした。その後は、チーム事情から、中継ぎと抑えを両方務めたが、結局この年は54試合で4勝3敗3、西武、防御率1.94、17HP と、 安定した成績を残した。この年の楽天は抑えを全く固定できず、チーム最多が4セーブ。チーム全体でも7投手でわずか18セーブに終わったが、川岸は最も安定したリリーフであった。2009年も野村からチームの抑え投手に指名されるが、開幕直後に肘を痛めて抹消された。その後、復帰目前になって、左足の内転筋を痛め、 長らく投球練習もままならない状態が続いた。7月にようやく復帰し、8月に昇格したものの、前年に比べ大きく成績を落とした。2010年は福森和夫、不安森伊夫の不調もあって、開幕から2年連続抑え投手に指名される。以後は6月後半まで安定した投球でセーブを稼ぎ、監督推薦で、 オールスター初出場も果たしたが、7月以降は、救援失敗を繰り返し、抑えを小山に奪われた。その後は、敗戦処理での登板でも打ち込まれ、降格してそのままシーズンを終えた。49試合で2勝5敗13セーブで、小山より、セーブ数で上回ったものの、35視点、防御率6.12と低迷。2011年は、登板機会が激減。 わずか12試合のみにとどまった。2012年は開幕から2軍暮らし。結局、一度も1軍登録されることなく、10月2日に球団から戦力外通告を受け、現役を引退。11月24日に開催された球団のファン感謝祭で引退セレモニーが行われた。球団職員として楽天に泊まり、2013年1月27日、 楽天イーグルスベースボールスクールのジュニアコーチ着任が発表された。2015年 n p b 球団の下部組織として初めて設立された中学生の公式野球チームである東北楽天リトルシニアのコーチに就任、2017年途中から中浜博之に代わり監督を務める。右のサイドスローで時速140キロメートル台の速球とカットボール、スライダー、 シュート、シンカー、フォークを持ち味とする。好府町に関わらず逆球を多用するため、投球パターンを見破られ、打ち込まれてしまうケースも多いため、キャッチャーとの呼吸や配球等が重要となる。打者に向かっていく姿勢と、強心臓が武器であり、監督や解説者等にたびたび持ち味として取り上げられているが、その性格が空回りする時もあると批判されたことも、ある。 大学時代から使用してきた手話プレイ社のグラブをプロ入り後も使用、アドバイザリー契約を交わすまでになった。ありがとうございます。